はい、本日はですね、僕のオリジナルブランドの、先月の売り上げを発表していきたいなと思います。ということなんですが、勝手にやってるグッズかなと思われるかもしれないけど、グッズレベルではございません。こちら特許庁から特許の、商標登録も届きました。見ていただきましょう。ズドン、こんな感じでね、しっかり、特許はねこちら取られております。見てくださいよ、特許庁からね書類も来て、長官からのね、賞状をいただいたわけなんですけども、しっかりねブランドとして、運営させていただいております。というのもですね、僕立派に社会に貢献していきたいなという思いでですね、後々後で喋りますが、こういったね、日本の会社さんにいろいろお金を落としていってます。今月だけで300万ぐらいかなあったと思うんですけども、まあ、そんなお話をさせていただこうと思います。本日の流れとしてですね、まずは売上、先月の売上いくらいったんですかというお話をさせていただいてですね、実際請求書手元にありますので、いくらそれをお金払っていきましたよと。だから僕の手元に残してへへへじゃなくてですね、しっかり日本の職人さんとか日本の工場さんとか日本の雇用の方にね、ちょっとでも行けばいいなっていう思いでね、あの日本製品しか扱ってないというね、ジャパンメイドや、そういったねブランドを運営させていただいておりますので、よろしくお願いいたしますということなんですが、まずはじゃあ売上からいきましょう。売上がですね、はい、いつも通りねこちら横につけてますけども、データ見ていきましょう。ズドーンということで、先月の売上がですね、2022年3月、538万8580円ということでね、約500万円ほどの売上があったということで、本当ありがとうございます。でね、それ順位もあるんですよ。何位っていうのがあってね、今現在このショップのランキングの中ではあなた何位ですよっていうのがあるってですね、見ていきましょう。510位でした。3月は510位ということになってたんですが、ちょうど1年前のね5月なんかはね8682位だったんですね。8000位からなんと、500位まで上がってこれたということで、いつかはですね100位切ってみたい、99とか98とかまでね行ってみたいなと思うんですよ。っていうのも、そんだけ、順位上がるってことは売上もそんだけ伸びてるってことなんで、ちゃんと日本の工場さん企業さんにもいっぱいお金落とせるんじゃないかと考えてますので、ぜひぜひねまたよろしくお願いします。ちなみに今見てもらってる今日から数日間限定でね、なんかクーポンも発行されてるらしいので、その情報もねまた後でお伝えしますので、よろしくお願いいたします。で、まあ500万ってねどんなもんなんかちょっと僕もはっきり分かってないんやけども、アパレルのねお店やったことないから、毎月何分売れてるんか分からへんねんけども、500万ってことは1日あたり約20万円分ぐらいなのかな、まあ、売れてるということでね、まあほんまにこれは皆さんに買っていただいたおかげやし、なんやったら僕これ着てるロンティーなんか去年の11月から売ってんのに、ずっと売り切れ状態でレビューできてないと。で、またこの春もレビューできひんくて売り切れちゃったからね。だから次はまた来年の秋までレビューとか出せません。まあそんな感じでね、いっぱい買っていただいたりとか、あとまあボディバッグもね、これ人気のやつなんですけど、ずっとね僕ブラックばっかりしかなかったんやけども、こういったね幻のブラウンっていう色味があったり、もちろん本革ですよ。で、次にこの奇跡のキャメルっていうね、まあ女子受けしそうかなと思ったんでね、まあ女性の方とか、奥さんとか彼女さんにプレゼントもいいかなと思ってね作らせていただいたりだとか、ほんまにねレビューしやなかもいっぱいあるんですよ。それのボディバッグ大バージョンとかもね作ったりしてて、長財布がスポスポ入るぐらいの大きさもできてるんやけど、もうすでになくなっちゃってるんですよね。だから紹介動画が作れずに、どん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 あのいろんなものが出来上がっていってるんですけども、まあ、そんな感じですと。で、請求書ですよね、どんだけ日本の会社さんに落としてるんかっていうことなんですが、僕毎月ね大体同じぐらいなんですけども、まずですねこちら青色の請求書見ていただきましょう。ズドンということでね、この出てると思いますけども、これが116万円が請求していただいてるということでね、こちらも、もちろんお支払いもしてますし、次にはですね22万8000円ということでね、こちらもお支払いさせていただいておりますし、その次はね140万円ということでね、140万5800円かというのもねお支払いさせていただいておりますし、その次ね、20万円という20万8450円こちらもお支払いさせていただいておりますし、同じ会社ですね、ちょっと領収書とか請求書分かれてますが、124万8001円というのもね、しっかりお金を落とさせていただいて、その人たちのね人件費とか、あとは雇用とかにねつながっててね、皆さんにね購入していただいたお金っていうのは、こういった形で日本経済がしっかり回ってるんだというところをね見ていただくというのもね大事かなと思いましたんで、お話しさせていただきました。合計だから何ぼか知りませんけどもね、そんな感じで毎月払わせていただいております。で、実はですね、来月、このネックレスとか、僕は今普段ずっとつけてるこういうネックレスとかも出ますし、今着てるようなロンティーもそうなんですけど、それの半袖バージョンとかも出てくるので、またそれもそれでね、レビュー作りたいなと思ってます。なくなる前にねちゃんと作っていきたいなと思いますので、出た際はね見ていただければ嬉しいかなと思います。まあ、せっかく買っていただいてね、同情票なんかいらないんですよ。ちゃんと気に入ってもらって、ちゃんといいものをねお届けしたいと思っておりまして、ほんまに一生懸命やらせていただいております。ついこの間はですね、福井県の方行ってですね、サングラスを作りに行くということで、サングラスをですね肩バンバンバンって鉄で抜いていくんかなと思ったら違います。全部手作業で削っていったりだとか、全部手作業で作っていくっていう工場をピンポイントで目がけて、ここでサングラスを作りますのでね、日本の福井県鯖江市というめちゃくちゃ有名なシャネルであったりとか、レイバンとかね、そういうのもね作ってるのがこの福井県鯖江市というめちゃくちゃメガネで有名な場所なんですけども、ここで
サングラスを作りますので、サングラスがねお好きな方はね楽しみにしておいてください。まあ、かけてとにかく痛くないサングラス、長時間つけれるサングラスっていうのをね、目指して作ろうかなと思ってますし、それがねもうパンツ、黒のパンツであったりだとか、あとまだちょっとフリースとかもね、ポーラーテックで作っていこうかななんて思ってますので、まあ、今日はねざっくり売上発表ということだったんですけども、今回これはねポップアップのお金は入れてません。お金、ポップアップのお金入れるともうちょっと上がってはくるんやけどもね、オンラインだけの、ベースっていうオンラインだけのねショップになってるので、それで売り上げた数字がベース内に反映されるんですけど、ポップアップのはねレジのお金になっちゃってるので、また全然違うんでね、まあもうこれは入れてないんですけども、今やったらですね確か4日間限定かなんかで 10% オフクーポンがあるみたいなんで、それね一応動画説明欄下貼っておきますので、気になる方はそこから買っていただければ安く購入できますので、最大数千ぐらいはね普通より安くできるんかなと思いますので、見ていただければ嬉しいなと思います。はい、ということでね、僕は別に割引してるわけじゃないですよ。このベースっていうショップがなんか知らんけど、たまにこうやってクーポン出すんですよ。だからそうやってクーポン出していただいて、安く皆さんに買っていただけるということなんでね、また買っていただけると嬉しいかなと思います。でこちらのブランドもね、微力ながらこうやっていろいろ新しいワクワクするものを作っていって、まあ日本の皆さんに還元していくっていう流れをね、まあ続けていきたいなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで本日はですね、自分のブランドの売り上げを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。